はい、皆さん、ボンジョルノブリーダーの中島とアシスタントのカエルです。と明けましておめでとうございます。鳥くんです。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。新年明けましたが、はい、2021年はどんな年でしたかね、カエルくんは。2021年、去年でしょ、うん、2021年はそうですね、まあ毎週欠かさず動画できてよかったのかなと思います。で、新たな取り組みとして、あのオープンデーの時にオフ会、オフ会ね、あったのでやりましたね、はい、皆さんに会えてよかったですね。こういう見てくださってる方々何名かね、うん、お会いできて、なんか思ったより盛り上がったよね、取り組みね。そうですね、というかいい人ばっかりでよかった。あ、そう、ほんとそう、みんなすごいいい人で、うん、正直俺ちょっと怖い人とかね来ちゃうかなと思ったんだけど思ったよね、はい、でももうなんかその辺の生産者の方が、日頃仕事で会ってる方々とそんな変わらないというか、うん、より詳しい方もいらっしゃったし、うん、いらっしゃいましたね。むしろその家庭菜園みたいなことしかやってないけどむちゃくちゃ詳しいみたいな方もいらっしゃったよね、うん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 、楽しかったし、はい、新鮮、まあ、何よりいい人だったよね、みんなね、うん、ご質問されても気持ちよく会話ができてね、あの来ていただいた方ありがとうございました。ありがとうございました。そんな YouTube ですが、まあ、なんとか続けてこれましたけど、そうです、今年どうしますか、2022年明けまして。それくん続けるんですか、これ続けていいんですかね。ちょっとまだ上に許可取ってない最初から取ってないでしょ最初から取ってない。出たとこ勝負、出たとこ勝負だからね。でも今回オープンデーとかもそうね、オフ会来てくださった方もそうだし、うん、それ以外のお客様なんかからも見てますよとか、うん、楽しみにしてますなんていう言葉を結構いただくので、うん、人のいい私は結構信じてるんですが、あれ信じていいのかねカエル君はね、ネガティブだよね結構ね。そうでもない信じちゃダメでしょ、みたいなね。まあそうですね、うん、まあこう飛び込む勇気を持ちつつ、ちゃんと地に足つけてやらないとダメなんだろうなって思います。何言ってるか分からない何言ってるか分からないんですけど。あ、そうですか、ね、分かりますよ、分かりました。はい、ちょっとカエル君時々ね難しいでもそうですね、調子に乗らないできっちりね、そうやれることをやっていくと。まあこれね、皆さんに情報共有するのが目的ですもんね、うん、でイタリア野菜って楽しいよね、うん、あ、そうだ、俺ちょっと長くなってもいい、ちょっとねまあ、あのカットしてね、あれだったらね、はい、YouTube のお客様じゃないんだけど、一般のね我々の種のお客様のところに行って、うん、で、まあ、その方が見てくださってたのね、うん、で、あの時の YouTube ってこういうこと話されてましたよねみたいなんで、わーって盛り上がって、 YouTube をネタにお客さんと商談ができたのね、この間ね。で、あの時話されてたことってこういうことですかとか質問をバーっと受けて、すごい俺その地域独特の考え方があって、うん、YouTube で喋ったこととちょっと違うと、うん、勉強になったんだよね。 あ、これすごいいい YouTube 役立ってんじゃんと思ってさ、うん、嬉しくないですかね。そうですね、うん、見ていただけて、それあの福島のお客様なんだけど、そうでね、あの壁にサインしてくださいって言って壁にサインして帰ってきたんだねえ、フルネームを書いたんですか。フルネーム会社で書いたよねサインなんかないからね、うん、署名じゃないですか。署名してきたよ、ね、リアル署名、ひどいね、うんうん、まあ、でもありがたいところですね、そうやって本当これをネタに盛り上がれるとか、これでイタリア野菜の楽しさを語り合える仲間が増えるとかっていうのはね、こう嬉しいことだし、まあそれが我々としてはね、種の売り上げにつながっていくといいなと思っております。はい、いいんですよ、去年の話は今年の話ですよ。今年どうしますか。もっといろんなことやりたい、うん、調子に乗らない程度にやりたいですけどそうですね、またオフ会やりたいよね。オフ会は、はい、やりたい。いろんな方と会ってお話ししてみたいし、うんうんうん、あとはイタリア野菜の栽培のところももうちょっと詳しいことも話した方がいいのかな。いろいろ質問もらうじゃない、あのコメント欄の、うん、ああもらいますね。ああいうのももっとね、うん、こうちゃんと対応できたらいいなと思うし、はい、取り組みなんかないんですか。22年こんな取り組みしたいとかってないんですか。22年、あ、中島さんたちは出ないかもしれないんですけど、はいはい、うん、あのコロナが落ち着けば、うん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 、鳥くんのいる部署は普段外回りしてるんですよ、うん、そうね、もうちょっとこういう各あのイタリア菜農家さんの様子をこのチャンネルでアップできたらいいなっていうのはずっと。いいよね、それでまたコミュニティできたりしたら楽しいかもしれないよね。
ただコロナ禍で始まったチャンネルなのでなか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 実現できてないんですけど。そうなんだよね。なんか生き慣れてるところしかこう今行ってない感じだもんね、うん、お客様も我々もまあ納得して会うことができる方のところしか行けてないから、それがねもう少しコロナどうなるんだろうね、普通の風邪みたいにこれがなっちゃえばいいんだけどね、薬とか早くできないかね、まあそんなこと言ってもしょうがないので、美味しいイタリア野菜をねたくさん食べて、コロナにかかってもへこたれない体をね作っていくっていうのが大事かと思いますけどね、はい、はい、というわけでちょっとグダグダっと話してしまいましたが、2022年も皆様がもういいよと見たくないと言うまでは悲しいよ突っ込んでろって言われるまではまあ続けていこうと思いますので、またリクエストなんかあったらねぜひお寄せください。私もカエル君も鳥君も一生懸命、お答えしていきたいと思っております。はい、それでは2022年もよろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いします。また次回の動画も楽しみにしてください。はい、じゃおー。